よし、じゃあやっていきましょうか。クリア率は約 9% か。今回ルイージが主役のコースなのかな。ルイージと一緒にグッジョイできればいいなぁ。おお、ルイージ、会いたかったよー。さあ、マリオの冒険が始まります。何やってんだバカ。まあまあ、必ず後でルイージは私たちの前に姿を現してくれるよ。おい、甲羅をあのパウにぶつけるんじゃないのか。あ、違うんです。このコースはルイージでクリアしたくって、わざとですよわざと。さあいでよルイージ。お前さっきスルーしやがったな。何のことかなぁ。なんかこのルイージ怖いんだけど。じゃあパウでハンマーブロスを。倒せないのでルイージ身代わりで強行突破。お前いつか必ずルイージに猫に襲われるぞ。確かに変態っぽいしね。いや、そっちの意味じゃなくて。洞窟コースは終わりかな。グリボーからの、いでよ、ルイージ。お前後で覚えとけよ。兄のすねかじりが。深く傷つきました。ルイージメンタル超弱いな。おお、これは何？ブーツ。しかもすねかじり野郎と色が合ってる。霊夢さん、その呼び方やめていただけないでしょうか？お願いします。ルイージ、かわいそう。念のため言っておきますが、ウプ主はマリオよりルイージ派です。私は断然マリオ。バカ、ルイージのハートはガラスなんだから気を使え。え、ルイージの鳩はカラス。一回耳鼻科行ってこい。ここ結構距離あるね。届くのかな？さあルイージ、空を飛べー。僕だって飛べるんだ。兄の方は炎も出せるしマントで飛べるぞ。うん。だから気を使えって。でもここまでいい感じだね。そろそろ中間あってほしいところだけど。これはピースイッチを押すって感じっぽいな。この先にマリオの宿敵クッパもいるみたいだしね。ところでルイージ君の宿敵は、クリボーかな？もう勘弁して。お前完全にいじめになってるぞ。いじめ、かっこ悪い。霊夢、お前には必ず天罰が下る。面白い、やれるもんならやってみろ。だな。こんなことでへこむ霊夢ちゃんではありません。今度こそ、身横の華麗なすねかじり男さばきを。マリサさん、なんとかしてくれません。諦めろ。これは動かないで大丈夫そうかな。そのままならクエフィアウィーウォーにはなりません。ち。ここまで来たら絶対死にたくないし、慎重に行きたいと思います。うわ、こういうコースか。あの緑の飛ぶやつがあればよかったな。でもないものは仕方ないので、自力で行きます。よし、ワン、ツー、スリー。グッジョーイ。戻ってきました。今度はシューズっぽいのもあるし、安心だな。ここまで戻すのめんどくさいから死にたくないなぁ。ワン、ツー、スリー。レッテゴー。それは兄さんだー。あれ、ルイージまだいたの？ずっといましたよ。むしろ頑張ってましたけど。ごめん、存在薄すぎて。僕に対して初めて謝る理由がそれですか。おっと、キラーあるぞ。大丈夫大丈夫。このシューズさえあればどんな劣等生が使おうが。え？たちまち使いやすいキャラに大変身。おまけに醜い顔も隠れて。もうやめてー。早くゴールしてー。視聴者さん、もう一度言います。ウプ主はガチでルイージ派です。さてと、そろそろゴールなんじゃないかな。おお、来たー。やったー。ようやく解放されるー。早く帰って動画でも見ようーっと。今回で相当ハートに傷を負わしてしまったんだぜ。それでは、コースを作ってくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次のコースへ行きましょう。それではやっていきましょう。クリア率はこれまた約 9% なんだぜ。サクサクプレイ目指して頑張ります。目の前に現れたのはパックン。マックン、いや違うわ。おお、キノコあったよ。これはスピンジャンプで行く感じだな。落ちないように気をつけてっと。この配置だと間に落ちないみたいだな。よかったんだぜ。なんかいろいろごちゃごちゃしてるね。パックンにワンワン、さらにノコギリっぽいやつ、死に要素いっぱいだな。そこにいらっしゃったのがドッスンちゃん。これはバネ持ってカットビングして大丈夫かな。正直今のが正規ルートだったか全然わからないんだが。おお、フラワー。てかメック何しとんじゃー。これはやばい。突っ切れ。霊夢、行きまーす。霊夢、無理でしたー。思ったんだけど、これドッスンの上行った方が安全なんじゃないかな。確かにな。あと霊夢、ブロックは真ん中の叩くんだぞ。大丈夫大丈夫。私が同じ過ち繰り返すと思ってるの。ああ思ってる。ひどい。このバネは邪魔なのでどこかにやってっと。それではいでよ、フラワー。そんな大げさに叩くもんじゃないと思うがな。フラワーになったらだいぶ安心感が違うね。だが奈落に落ちたら一撃アウトだし、慎重に行くんだぜ。わかってるわかってる。それでは行きましょう。このバーは落ちるわけではないんだな。落ちないんなら結構簡単かも。ってお前らは落ちるんかーい。あ、今ゴールが一瞬見えたような。どこかの土管に入ってゴールするって感じだな。もしかしてこの土管かな。やったー、ゴール。
なのかな？ちょ、怖い。うわぁ、なんかいっぱいいるー。やばいんだぜ、霊夢。来た？来たー。よっしゃー、どけどけー。霊夢様のお通りじゃーい。いやっほー。早く行け。よーし、これで無事に、ゴール。最初焦ったが、スターがあって助かったんだぜ。それでは、このコースを作ってくれた方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それでは次のコース行きましょうか。クリア率は約 15% か。マリオのお城。これがマリオのお城。なんて素晴らしいお城なんだー。面かじいっぱいでクッパ軍団の面接受けてこい。絶対受かるんだぜ。私は悪に手を貸したりしません。存在そのものが悪の奴が何を言う。さて、じゃあ実況やっていくか。了解です。さてと今のところは私の天才的な腕で余裕だったね。では上行ってみます。リフトか。マリサ、リフトに先客いるし、今回は諦めて帰ろうよ。なんで先客いるだけで帰るんだ。おかしいだろ。ほら乗ってけ。トゲゾウが向こう行っちゃったのでカットしました。この先は何があるんだろうな。もしかしてゴールかな？絶対ねえわ。出てきたのはボム兵。これは上のところに置けば良さそうだな。もう、私の才能には惚れ惚れしちゃうなぁ。視聴者の皆さん、こいつの言うことは無視していただいて結構です。ほら見てよ、ここで隠しブロックも見つけちゃったよ。何でもいいからとっとと行け。はいはーい。うわ、こういうステージ嫌い。気をつけていくんだぜ。まあもし落ちたとしても中間あるし、問題ないけどね。てかメック、消えてくださいな。あそこでマント見つけてなかったら苦戦してたかもしれないな。マントに私の才能が合わされば無敵。よし実況やっていこうぜ。はい。ここでもボム兵か。ではここもあの石ブロックのところに当てればいいよね。ではボム兵、行ってこい。さよならたかしさん。鉄子ー。鉄子ー。おい霊夢、今私たちはとんでもないことをしたような気がするんだが。は？私何かしたっけ？この悪魔。よし、さっきのゴミボムたちの爆発でチビマリオになってたし、よかったよかった。お前には優しさというのがないのか？バファリン以下なのか？私の成分の9割が優しさでできてますよ。嘘つくな。てかさらっと羽見つけてるな。ふふふ。このままゴールまでひとっ飛びしてやりますよ。あれ？今ダメージ受けなかったか。飛んでる間は無敵だったりするのかな？ここは下が見えないな。慎重に行け。やばい。最高。吉高さーん。吉高さん、私はどうすればいいの？じゃあ。さて、戻ってきました。今度は落ちないように。うわ、コクッパか、めんどくさいな。まあマントのマリオだし、大丈夫でしょ。コクッパくん、私は君を許さない。君はボム兵を私のところにやった。それによって無実のボム兵を犠牲にしてしまったんだよ。私はボム兵を倒したくなんてなかったのに。さて行きましょうか。上に何かあるかな？こっちで正解っぽいな。このままクラウン持っていける感じかな。助けてくれー。そこのお方助けてください。お願いします。なんか捕まってるな。お願いです。お願いします。断る。なんでですかー。お前ら二人の声がジュペッタとドーホルに似てるからじゃあ。ジュペッタさーん。ドーホルくーん。まさかあいつらだったのか。てかポケモンの動画シリーズから出てくるなよ。あの二人が気になる方はポケモンの動画をご覧ください。それでは今回はこのあたりで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。